子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。いや今日はものすごく日中も暑くてちょっと飲んでました。お疲れ様です。コンビニに行ったらロックっていうジン売ってたんで、おっと思って、まあ、時々見てたんでちょっと気になってたんですよね。でまあもう暑くなってきたから今日はちょっとモルトじゃなくてジンにしようかなと思って、でこのなんだろうな茶葉ブラッドオレンジジュースも一緒に買ってきて氷入れてねキンキンに冷やして、ね、ブルードッグのオレンジバージョンみたいなのを作って飲んでました。いやほんと暑いです今日は。で今日はレコードなんですが、デイブ・ブルーベック、ザ・デイブ・ブルーベックカルテット、タイムアウト、ブルーベックの代表作と言っても過言ではないレコードですよね。でこれはこの本でも紹介されてるんですよ。知るほどに聞こえる音がある、ここに紹介されてるんですけど、でこの本を読みながら、まあこれ2なんですけど、ここに書いてるように読んで聞く聞いて読むみたいな感じで読んでからレコードを聞いたりしてますね。よりこう深く想像が膨らむと言いますか、まあ楽しく聞くことができるなと。でこのレコードなんですけど、これUS のオリジナル、まあオリジナルはこれステレオだったかな。まあこれはモノラル版なんですけど、テイク5、まあ皆さん大好きだと思うんですけど、これのちょっと違う版なんですけど、テイク5が入ってる日本版があるんですよ。これなんですが、Hey ブルーベックテイク5、 CBS ソニーから1968年かなに出てるレコードになります。ステレオ版ですね。でもこのステレオ版、国内版なんですけど、音がすごくいいんですよね。まあ、皆さんオリジナル版の方はよく聞いてると思うんで、あまり、ね、聞くことのない日本版、国内版、まあ、テイク5以外にも Someday My Prince Will Come だとか、あとワルツのいい曲も入ってますし、まあ、今日はアルバム全体を通して聞いてみようかな。それではまた後ほど。さようなら。